分厚かったらこういう風に2個に分けて巻くと巻きやすい。1、2、3で分けていきます。間を取って全部リバースで縦に巻いていきます。こんにちは、エリアル店長の金子です。今日はこの絹ジャのコテを使ってウルフスタイルのコテ巻きをやっていきたいと思います。よろしくお願いします。バッグは3段巻いていきます。レイヤーが入っているので一番下の長いところをまず波ウェーブで巻いていきます。1段目の長いところは外から始まる波ウェーブで巻きます。2段目も外、内の順番で同じように巻いていきます。分厚かったらこういう風に2個に分けて巻くと巻きやすいです。最後表面ですね。表面は内から始まる波ウェーブで巻いていきたいと。最初内から入ります。で外、同様に2個に分けて巻いていきます。この上、表面を取って縦にリバース、フォワードの順番で巻いていきます。次はフォワード、次はリバース、サイドですね。ウルフスタイルなので前上がりになっています。なのでここは3つに分けます。1個2個3個、1、2、3で分けていきます。3つとも内巻きでやっていきます。間を取って全部リバースで縦に巻いていきます。巻き終えたらオイルをつけていきます。